今日は11月19日になりました。で、デイリーの相場解説からやっていきたいんですけども、すいません、時間がいつもより早くてですね、3時55分なんですよね。でも十分解説していけると思いますんで、ご覧いただければ幸いでございます。まずはこのデイリー見てるんですけども、デイリーはずっとお話しているように、こういうふうな下げのトレンドがあった後にね、で、大きく見ると、こういうふうな上げのトレンド入ってるよってことなんですけども、ちょっと昨日大きな事件が起きました。それをこれからちょっとお話していきます。4時間でそれが出てるんですけども、この大きなですね、下げですよ、日本の。これ大きいですね。私は買いで取るような準備をするために、月曜日を様子を見て火曜日からエントリーしようと思ったんですけども、この大きな2本の売り、これをね、取り損ねたっていうことと、まあこれ私の力では予測できてないんですけども、この2つの 売りっていうのは。あと1つはね、この後どうするんやって話なんですよ。ちょっとこれ私の苦手なパターンですね。ちょっと1時間見てみましょうか。買いに入るとまでちょっと言えなくなってきました。私ずっとね、買いで取る予定だったんですけどもね、これはね、大きな下落をもう一回するのか、もう一つ考えられるのは、これからボラティリティを収束しながら、こういうふうな形に入っていくんではないかなっていうのが言えるんですよ。こういうふうにね。こんな感じ。そうなってくると、ブレイクして抜ける方向っていうのが、入社格と同じなのか、それともトレンドの方向なのかってことになるんで、非常にわかりにくいということになってきます。ちょっと今回はですね、皆様も相場解説されている中で、こんな見解がありますよっていうのがあったら募集したいと思います。まあこういうふうにね、皆さんの声を聞きたいですって、私から積極的に申し上げることはあんまりないんですけども、今回初めてだと思うんですけども、実は私の解説に対して、こういう見方もできますよっていうふうなことをね、言ってくださった方っていうのは今まで結構いたんですよ。で、私もね、相場解説やってきてますけども、まだまだなんですよ。はっきり言ってまだまだです。たまたま当たってることが結構多いだけで、いつもね、そうじゃないかもしれないなっていう不安のもとにやってるんですよ。で、FX での実績はありがたいことに残せています。多分この2018年、2019年のこのおおよそ22ヶ月ぐらいで1000万ぐらいの利益にはなってるんですけども、ただですね、これが自分の実力で取ったのかどうかっていうと、結果的に取れてるだけなんですよね。私ね、まだまだ分かんないこととか気づかないこと多いんですよ。そういった意味でも、FX を学ぶ者同士、もっとね、学びを共有したりとか、失敗を共有することによって、みんなでいい方向に向けていけたらいいなと思ってますので、ご協力お願いします。それではですね、本日はこんな動画になりましたけども、結局じゃあ今日何すればいいんやって話じゃないですか。わかんないんで何もしないっていうね、こんなことになってしまいます。無理してやらないでくださいね。でもね、ちょっとね、この形私は苦手ですね。苦手なんで未だに手を出していません。すいませんけども、ちょっと一日、もう一日様子を見させてください。では失礼します。